武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。それでは首都大学東京の英語の勉強について話していきたいと思います。英語ですが文系と理系で、問題の構成と時間が違います。まず文系が、時間120分で大問が4題で、2題が長文、2題が、和文英訳の英作文ですねとなっています。で、理系が75分で大問2題、で1題が長文、1題が、和文英訳となっています。で文章そのものは、共通ではなく、文系理系それぞれ別と、なっています。で長文の問題は割と文章は長めですね。ただ文章そのものの難易度はそこまで高いわけではないので、まあ、マーチレベル、まあ、標準的な難易度をしっかりこなしていれば問題なくいけると。ただ設問自体がその選択問題もあり、日本語で説明する問題もあり、和訳もありという形なので、結構そのいろんなものが出ます。なので和訳の対策もいりますし、まあ、長文のやり込みも結構、要は私立向けの長文もちょっとやっとかないと、まあ日本語で書けるだけだとちょっと辛いかなといった形ですね。和文英訳に関しては割と基本的な難易度になっています。なのでこちらに関しては和文英訳の参考書を1冊仕上げていれば大丈夫です。なので基本的にやっていくものとしてはマーチレベルのルートプラス和訳ですねと和文英訳、これらがやっている文系理系どちらも同じですね。理系に関しては大問が半分になるんですが、構成は長文と和文英訳1台ずつという形なので、対策そのものは文系理系大きく変わらず一緒となっています。なので基本的には、まあ標準的な対策プラス記述がちゃんとできるようにという形になってますので、そちらの練習をしっかりするようにしてください。以上が首都大学東京の英語の勉強となります。